ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。今日はこれを使ってあるチャレンジをしたいと思います。ゴキブリクラッカー。はい、こちらゴキブリクラッカー、ビレッジヴァンガードで680円で買いました。世界最強、友情が壊れる可能性があります。良好な関係を築きたい場合は使用しないでください。クラッカーの種類、散らかる。音の大きさ、普通。説明がすごく親切だね、これ。で、今日はこれを、こういう風に上向きにパーンって打って、そしたらゴキブリがパーンって飛び散るじゃないですか。それをスパッと落ちてくる時に取りたいと思います。できるかな？では普通にやるより面白いかなと思って。一人だからね。いや、なんかね、友達とかにこう、バーンってやったら面白いんですけどね。何せいつも家で一人なもんでね。寂しいね。さあ、行こうじゃないの。まあ、任せてください。開けますよ。うわ、怖え。何匹くらい入ってんだろう、これ。何匹入ってるとか書いてないんだよね、これ。3匹くらい入ってんのかな。一応この写真にはめっちゃいっぱいいるんだけどね。こんな入ってないよな。さあ、行くぞ。ああ、怖え。てか、これ怖いね。僕こういう大きい音なのとかね、風船とか苦手なんですよ。ああ、怖い。全然お祝いでね、わーってなってるわけでもないのに、これパーンっていくの？よし。一応いきなりパーンって飛んで天井まで行くかもしれないから。いきますよ。ゴキブリキャッチまで。3、2、1。ゴキブリキャッチ、うん、できませんでした。なるほどね。なるほど。はい、閲覧注意ですよ。お見せしましょう、この閲覧注意を。はい、パッと見こんな感じです。結構飛び散ってんね。で、見てみるとわかるんですけど、はい、閲覧注意ね。はい、見ての通り、このゴキブリね、なかなかよくできてるんですよ。ビレッジヴァンガードのレジに売ってるようなやつだよね、これ。そう。これがね、1、2、3、4、あれ、4匹これ。4個かもしんない。で、あとはというとね、これ。これわかります？これ。はい、フェイントの紙だね、これ。それがね、結構散らばってる、ほら。こっちの方まで。かさ増ししてんね、これね。はい、今かき集めてみたらこんな感じです。ね、こういう光るテープも入ってるし、このリアルなやつが4匹くらいと、紙ゴキブリも結構入ってるんで、本当に苦手な人だったらね、怖いかもしんないけど、まあまあ、いいね。もっと少ないと思ってた。はい、というわけで、キャッチできなかったので、また機会があったらね、これ3個とか一気にバーンってやってキャッチしたいね。1個だと難かったです。まあ、ただね、ちゃんとパーンって飛んでたんで、キャッチは、うまくやればできるなとは思いました。またいつか機会があったら、チャレンジします。Today's Hikakin's Point。98。まあ無理な人は無理かもしれませんが、この本当に仲良しなね、友達の誕生日パーティーとかでやったら盛り上がりそうだね、これ。僕は好きでした。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初をビン、じゃんけんポン、バイ。Just do it, set it free, yeah.